明けましておめでとうございます。2018年になりました。1本目の動画でございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。で、1本目の動画はですね、目標の発表です。2018年の目標を発表していきます。ただ、去年と違くてですね、少し目標を多く掲げてて、しかもですね、いつも真面目に目標を立ててるんですけど、いつも以上にちょっといろんなことを考えて立てた目標なので、少し長く話すんですよ。で、長く話す上に、多分みんなにとって面白くないっていう、そう。ただ、32のおっちゃんがね、大真面目に考えた目標なので、よかったら最後まで、暇つぶしでもね、見てみてください。よろしくお願いいたします。では、早速ね、2018年の目標を発表していきましょう。こちらでございます。ダン、映ってる？これですね。読み上げます。上から再生回数7000万回。これは1年間での再生回数です。で、チャンネル登録者45万人。これは45万人突破する。で、企業などの連携。そして5キロ減量。これ真面目ね。俺ほんと痩せるから今年。で、あとこれが情熱大陸。これはもうずっと言ってる。で、情熱大陸に関しては30代の目標。俺が30代のうち、あと6年ちょっとだね。のうちに達成したい目標です。で、あとは1コラボ。去年は、花尾さんとね、コラボさせてもらいましたけど、1年間で最低1回、誰かとコラボ動画を上げるっていうのを目標にやっていきます。ちょっとテロップに変えますね。で、この上2つなんですよ。ここがすごく、真面目なところで、なんでこの数字にしたのかが大事なんですけど、去年、先月か先々月にですね、ちょっとある記事が出て、中高生の中で、スマホでね、例えば YouTube とかで、その勉強動画というか、わかんない問題を見たりする人はどのぐらいいますかみたいなネット記事が出たんですよね。それネット記事だったと思うんですけど、が出たんですよ。で、中学生が確かね、38% ぐらい。で、高校生も 37.何%、38% ぐらいですよね。の方が、ネット、YouTube とか、アプリとかでわからない問題とかを検索するっていうのを、回答してたと。で、実際、それは、葵ゼミさんっていうところがやったやつなので、それを使ってる、ネットとかに、親しみがある方の回答だから、実際、全部のね、もし学生にアンケートを取ったらもっと少ないと思います。20% もいかないんじゃないかな、わかんないけど、どうだろう、20ぐらいいくのかなっていうふうに、俺は思ってるのね、勝手に。で、今回この目標にしたのは、俺のまず目標として、学生のね、中高生、特に中学生は思ってるけど、中学生の 50% の方が、そういう YouTube で授業を見るとか、勉強動画を見るっていうのが、そのぐらいの比率でいてほしい。そこまで持ってきたい。それだけ浸透させたいっていうのが、俺の思いなのね。だから、みんなクラスに行った時に、今、班ってあるのかな？俺、6人くらいの班あるよ。あるかな？班の半分、クラスの半分もそうだけど、もう隣のやつか、前のやつか、後ろのやつか、誰かはやってるよねみたいな。そう、ハイチって知ってるみたいな。ホニャララって知ってるって。お前あの先生なのみたいな。俺この先生見たけど超わかりやすいよみたいな会話が普通になるぐらいにしたいと思ってます。そう。で、そのためには、今ね、自分の登録者がこの撮影、元旦ね、では31万と7000人ぐらい、約ね。31万7000人いて、で、それを、38% で計算したときね、今 38% の子たちを 50% まで持ってきたい。だから 38% を 50% にしたときに 31.7 万人の数字を上げたの、計算でね。で、ちょっと波数が出ちゃったんで、キリがいい数字にしようと思って作ったのが45万人、登録者に関しては。で、これが、54% 計算したときだとね。つまり、54% の子たちが見るようになって、自分のね、チャンネルを見てくれる。もちろん、YouTube で使う方全員が俺の動画を見るわけはないんだけど、ちょっと簡単な計算をしたかったので、54% まで持っていくのが目標って言ってる、思ってる限りは、その数字を掲げようと思って登録者45万人にしました。で、正直、去年のね、増えた人数が約12万人登録者が増えました。1年間で。だから、今、12万足したとしても44万弱まで行くんですよ。だから余裕で行くんじゃないみたいな風にもしかしたら思われるかもしれないんですけど、正直、勉強動画っていうのは、自分の場合は特にそうですけど、対象が中高生、主に中学生をメインにしちゃってるので、卒業したら見なくなるわけですよ。必要じゃなくなる。だから、対象が決まってるんですよね。広がらないというか。で、いつか頭打ちが来る。その数字に関しては。で、正直、去年の30万人の目標を掲げた時も、厳しいと思ってました、正直。どこで頭打ち来るか分かってなかったし。
そう。で、今回の45万人、そして再生回数の7000万回も、自分はね、2年かけた、2年後の目標だったの。俺の中で。そう。でも、自分がね、そういう世の中にしたい、そういう風なね、なんだろう、浸透させた、まあ、クラスでね、そういう浸透させたりとか、ずっとね、教育の3本目の柱を立てたいって言い続けてるんで、であれば、やれることやって目標言ってみろよって、厳しい目標上げるんだろう俺と思ってこの数字にしました。本当はもう一個ちょっと少ない数字にしてたんですけど、最初2018年は多分ね俺にとって勝負の年なんですよ、まあ、毎年言ってるんですけど、それはでもやっぱ勝負の年だと思ってるので、まあ、この目標45万人ですね。で、7000万回の方も、去年が4500万回、1年間でね。で、それのまあ1.5倍ぐらいかな、約の数字なので、正直これも本当2年後でした。そう、本当は俺5500だったんですよ、今年5500万回が目標だったんですけど、でもまあそれも同じですね。そういう風にしたいって思ってるんであれば、高い目標を掲げてやっていこうかなと。で、あともう一個自分の思いとして、その教育、まあ、YouTube だけじゃなくていいんですけど、全然いろんなねところが場所があるんですけど、その勉強動画を上げる人がもっと増えてほしいって思ってます。で、この勉強動画っていうのは勉強のやり方とかそういったところではなくって、自分みたいにこう本当数学の授業みたいな授業動画を上げる人がねもっと増えてほしいんですね。で、まあそうなることによってもちろんライバルは増えるから、もしかしたら自分の再生数が落ちることになるかもしれないんですけど、でも先生は万能ではないので、例えば自分の動画を100人新しく見てくれた、初見で見てくれた子がいた時に100人全員が分かりやすいなんて言うわけがないんですよ。そう、自分の動画を見ても何こいつ気持ち悪いって、うわマジムカつくって、分かりにくいって思う子絶対いるわけ。でもいろんな先生が出てきてくれたら、自分には合わなかったけどこの先生超分かりやすいってね、あ、出会ってくれればその子にとってはプラスになるわけですよ。だからそうなるためには子供たちにとって選択肢が必要、そのためにはやっぱり先生が増えなきゃいけないと思ってるので、で、自分がまあなんだろう、その YouTube、 まあ今 YouTube でやらせてもらってますけど、この教育っていう分野の動画でもやっていけるんだよっていうところはやっぱり見せていかなきゃいけないと勝手に思ってるので、そうなので、まあ7000万回、そして45万人ですねっていう目標を掲げさせていただきました。年始からこんなねお願いするのもおかしな話なんですけど、正直本当に厳しいと思います、この数字に関して。はい、でも自分もできることをしっかりやって、新しい取り組みして挑戦してっていう風にやっていきますんで、ぜひですね、自分の動画って俺がこういうの広めたいって言うから紹介したいんです、友達に教えたいんですって言うんだけど、友達の学力が上がるのが怖いんですってよく言われるので、そこに関してはいいです、本当に。うん、気持ちはわかるから、そこは。ただ、例えば卒業した時とかに、後輩の子とかに教えてやってください。できる範囲で構わないんでね、広めていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。次、企業などとの連携ですね。で、ここも、同じような理由なんですけど、まあ、これから、おそらく教育系の、まあ、勉強系の YouTuber とか、まあ、他のね、YouTube でないところも、ニコ動はどうだろう？わかんないけど、増えると思います。はい。結構増えてくると思う、今年は。うん。で、その中で、自分はもう一つ先の段階に進んでいたいって思いがある。まあ、年齢的にもそうですけど、やっぱり、なんだろうな、新しいところを開拓していきたい。どん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 前に進んで、そこに落とし穴があろうがね、失敗で茨の道になるかもしれないけど、やっぱり挑戦して前に進んでいきたい。そのためには、まあ、今までも、今、スタディサプリなのかな、名前がわかんないけど、前、勉強サプリっていうのがあって、リクルートさんがやってる。俺、そこで講師をやらせてもらってたのね。ハイチって名前でしかも。で、それだったり、あと参考書を出させてもらったりとか、YouTube 以外のね、仕事もいろいろやらせてもらったんですけど、それを、まあ、新しいところを挑戦したい、今年は。で、現段階で、ちょっと、まあ、企業だけじゃないんですけど、個人の方とかも含めて、いくつかお話をいただいてます。で、それが、どういう形になるかはわからないです。自分は、自分がやりたい、この、なんだろう、自由にやってる身なので、自分が納得いく教育じゃなければやりたくない、ですよ。わがままですけど。だから、それが、企業の方とマッチングするかどうかはわからないですけど、でも、自分が何かできることがあるんであれば、その企業さんと連携して何かをやるっていうことも、必要かなと。そういうことが YouTuber でもできるんだよっていう。言葉見せていきたいと強く思っているので、その企業との連携、まあ今いただいている話も含めてですけど、それをまあ何だろう、形にするというか成功させるっていうところも形にするっていう、
ところをこだわっていくのが大事。だからこれ目標って分かりにくいんですよ。数字じゃないんで、達成したかどうかがすごく分かりにくいところにはなるんですけど、自分の中でこの企業との連携って部分はすごく今年の柱になると思っているので書かせていただきました。で、5キロ減量もシンプルです。ほんと痩せる本当に痩せるから、マジで。あのね、みんな優しいからね、コメント欄あんまり書かないけど、気づいてると思うんだよ。俺ほんと太ったから頑張ります。はい、痩せます。だから痩せるダイエット動画とかは上げないので、まあ痩せたら報告するから。でも痩せるから頑張るから、はい、っていう感じです。で、情熱大陸はね、さっきも言ったように30代の目標なので、まだまだです。もちろんそんなのね、雲の上にをね、掴むような話なので全然あれですけど、でも人にバカにされようとも夢は公言する、口に出すのが大事ってずっと思ってる人間なので、これは言い続けます。はい、で叶えます、必ずね。で、1コラボに関しては、どなたになるかわからないです。わからないですけど、どなたかと、まあ、自分がしたいと思う方と、コラボができたらなと思ってるので、まあ、誰かと必ず最低一組とか一人ですね。別に一人だけとは思ってないので、コラボいろいろやるかもしれないんですけど、まあ、その辺も含めて楽しみにしていただけたらと思います。で、書かなかったんですけど、瀬戸康史さん。ね、年末の動画でも言いましたけど、瀬戸さんは、すごく一番 YouTuber でお会いしたい方、お話ししたい方なので、書かなかったけどね、今年瀬戸さんとお会いするっていうのも裏目標で、持ってやっていきます。はい、という感じです。で、まあ、全員合格に関しては、綺麗事っていうのは分かってますけど、そこは絶対にね、目を背けちゃいけないところなので、そこを願って、今年はこの目標でやっていきます。はい、もしよかったらね、みんなもやってみてください。で、もし目標を掲げるんだったら、必ずこれは目に見えるところに、机の前に貼るでもいいですけど、自分は職場っていうか、仕事部屋の横に、仕事の横にすぐね、見えるところに貼ってるというか、かけておくんですけど、もしよかったらね、みんなもやってみてください。では、ちょっと長くなったと思うんですけど、今年はこれを指針にして、その2018年、今年のね、大晦日の時に、なんだろう、へこんでるのか達成して喜んでるのかわからないですけど、喜んで達成感で浸れるように、365日駆け抜けて頑張っていきますので、今年もどうぞよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。今表示されている関連動画や再生リストの方から、他の勉強動画とか、テーマを決めて喋った動画に飛ぶことができますので、よかったらそちらも見てみてください。またチャンネル登録や高評価していただけると励みになりますので、そちらもぜひよろしくお願いいたします。